石川島といいますと、鬼兵繁華町長、長谷川平蔵を思い出されますけれども、えー、平蔵様、この、 悪い人間多くなりまして、えー、この川向こうの石川島で、えー、寄せ場人足人足寄せ場というのを作りまして、えー、ここで、まあ、埋め立てですとかいろんなこう仕事をさせたわけですねでこの灯台というのは慶応2年っていいますからもう明治になりそうな江戸の最後でございますがこちらの、えー、お奉行様があ明かりをとって、えー、ここを通行する漁師連中船頭連中を、えー、うまくう行かせようというそのために作った灯台でございます今でもあ昔ながらの石 夜になりますとライトアップされましてこの白い、えー、灯台の建造物が、えー、この屋形船で通るこの隅田川のほうからよく見えるはずです。